仕方がない。じゃあ一つ教えましょうか。実は本田はね、ずっと四輪の車の開発を進めてましてね、もう試作が終わってですね、この5月には皆さんに発表することになると思いますよ。実際にはまだ十分な準備はできていなかったが、ここはマスコミを利用して一日も早くホンダの四輪進出を印象付ける必要があった。自由主義経済というのは自由な競争をしてこそ意味があるんだよ。本当にいいものを作り出したものだけが生き残る。自由が怖がっちゃいけない。自由な競争、自由こそが一番大事なんだ。ホンダはその競争に参加することになる。ホンダ技研が四輪に進出、藤沢の狙い通りの記事が出た。そして総一郎を先頭に全社を挙げて開発したのがホンダスポーツ360という車だった。ホンダスポーツは昭和37年6月5日鈴鹿サーキットにおける第11回全国ホンダ会に社長自らの運転によって初めてその雄姿を現し、自動車業界の大きな注目を集めた。総一郎自らが運転しての発表会、仕掛け人はもちろん藤沢だった。10月には全日本自動車ショーにも出展、さらに注目を集めた。この時同時に展示した S500 という車の発売にあたっては、藤沢がまた前代未聞の宣伝戦略を展開した。今度発売するこの車の値段はいくらか、価格当てクイズを実施したのである。商品は S500。 藤沢の考えたこのクイズは大きな反響を呼び、東京中央郵便局には570万通ものハガキが殺到、局開設以来のレコードを記録した。まだマイカーを持てる人がごく限られていた時代である。藤沢の作戦通り、ホンダの四輪進出は圧倒的な形で一般の人たちの知るところとなった。こうした中、問題の法案は通産省内部の意見対立などもあり廃案となる。藤沢は大きな壁をまた一つ乗り越えた。そしてホンダは総一郎を先頭に夢に向かって走り出す。世界最高峰の自動車レース F1 グランプリに参戦したのだ。昭和40年にはメキシコグランプリで見事優勝。四輪の分野でもホンダの技術水準の高さを証明した。昭和42年には藤沢武雄のイメージがまた一つ大ヒット商品を生んだ。大人4人がゆったりと乗れるパワーのある軽自動車 N360 の誕生である。この車は F1 の技術を乗せた軽自動車と呼ばれ、わずか4年で70万台を超える記録的大ヒットとなった。本田総一郎と藤沢武雄、2人はついに年代の夢である自動車分野でも確かな一歩を踏み出した。よっ、おお、藤沢は経営に妥協を許さない厳しい企業人だったが、一方で枠にはまった生き方を嫌う自由人でもあった。さようならめ。トキワズは独演会を開くほどの凝りよう。ワグナーの音楽祭が開催されるたびにドイツへ足を運ぶ。画廊巡りに時間を費やし、着物姿で会社へ行くこともたびたびという型破りの男だった。藤沢は昭和30年代にすでに5000人を超す大企業となったホンダの社員たちがサラリーマン化することを危惧していた。藤沢は断るごとに若手社員を集めて語りかけた。我々会社へ入ると、どうしても会社人間っていうのは誰が私のボスだということになって、そっちを見がちなね、商売をやりがちですけどね、決してあの人はそれを許さない。俺じゃないよと、お客はね、お客さんは俺じゃないよということをしっかり教えた人だと思いますね。藤沢武雄が昭和29年の経営危機以来考え続けていたこと、それは
天才本田宗一郎がいなくなった時、会社はどうなるのかということだった。宗一郎の才能にもいつか必ず限界が来る。その前に宗一郎に続く人材を育てなければならない。そして考えに考え抜いた藤沢の結論は、技術研究所を一つの会社として独立させたいと思う。技術研究所、それは本田技研の技術開発の中心部隊である。藤沢はそこを本社から独立させるというのだ。独立した研究所は利益を生む必要がなく、研究費には本社の売上の 3% が無条件で渡される。社長以外の研究者たちに役職序列は一切なし。しかし給料などは十分に配慮し、出世など気にせず研究に専念してもらおうというのだ。藤沢のこの提案に役員からは不満の声が相次いだ。独立などしたら研究者たちが好き勝手な研究に走ってしまう危険性があるからである。これに対し藤沢は、それでいいんだよ。自由奔放な若い技術者を育てる、そこに本田の将来がかかってるんだ。藤沢は強引に技術研究所を独立させた。その反対の中で独立するわけですね、はい、やっぱ藤沢さん相当苦労されたんでしょうかね。もし研究所独立が通らないなら辞職をする、要するに本田技研を辞めると。これは今のお前さんたちのためじゃないんだよと、次の世代のために言ってるんだよということを、もう非常に迫力満点で大きな声でおっしゃいましたですね。続いて藤沢は自らが招集した役員会で一方的にこう通告する。役員になりゃ部屋を一個ずつもらうっていうのがよそ様のしきたりらしいが、本田の場合は地と違う。一つの部屋に役員全員入ってもらう。それまでそれぞれの担当部署に個室を持っていた役員たちを本社の一室に集めて一緒に仕事をさせようというのだ。藤沢の狙いは一体何だったのか。毎日のその部下の稟議書に判子を押すのが役員じゃないんだよと、株主のため、あるいは社会のために、あるいは大きく言えばまた別の意味で社員のために、将来のことを考え提案をしていくのが重役じゃないかと。将来のことを考えたらそう言っちゃ悪いけれど、俺一人しか今いないじゃないかと。だからお前さんたちで考えてくれよと。大部屋制には派閥解消という狙いもあった。さらに藤沢はこの時役員の指定は本田に入社させないというルールまで作った。創業以来一緒に働いてきた宗一郎の実弟弁次郎もこの時期に本田を辞めた。これは宗一郎の後を継ぐチャンスが社員全員に平等にあることを強く印象づけることになった。技術研究所の独立、役員の大部屋制、藤沢の決断は全て来るべき次の時代を睨んでいた。四輪の分野へ進出したホンダは次々と素晴らしい車を作っていきます。このオープンカーを見ても本田さんと藤沢さんの夢のある車作りが伝わってきます。こうした成功の裏で藤沢さんは常に新しい才能、新しい人材を育てることを考えていたんですね。その問題なんですけども、まあ、その天才ホンダの陰でね、ホンダ発展のシナリオを書き続けてきた藤沢にとって、まあ、最後の、うん、そして最大の最も難しい課題テーマ、これが実はねホンダの引退だったんです。一体そのポストホンダ藤沢体制をどうやって作ればいいのか、自分たち亡き後のねホンダの体制をどう作ればいいのか、それともう一つ、そのカリスマホンダのね意向を最良の形で残すには一体どうすればいいのか、この2つの難問に藤沢はもう悩み抜いたんです、うん、本田神話のクライマックス、本田宗一郎さんの引退のシナリオを藤沢さんはどのように書いたんでしょうか。